まあでも兄弟がいる人はね、結構やっぱ兄弟から学ぶこと多いと思うわ。スト5、あの弟率異常っていうか、あの格ゲーってやっぱなんかね、弟プレイヤーの方がね、実績残したりなんか強かったりとかすることが多いんですよ。格ゲーは多分特にそうやと思う。僕の周りで知ってる、まあ、あの有名な兄弟ゲーマーっつったら、あ、まあまあそうですね、イワシさんとフェンも、フェンリッチもそうですね。で、あとあれ、ウリョくん、あれ、エフテさんとウリョくん。もうここはどっちも、もう文句なしの一流プレイヤー。いや、あのね、少年さんとジョビンさんなんですけど、僕、少年さんマジで信者なんですよ。少年さんほどすごいプレイヤーもう、現れるのかなっていうぐらい僕は少年さんすごいと思ってるから、あのそこはね比べられないわ。いや、あんなプレイヤーはいない、もうなかなかいないと思うわ。少年さんはね、何がすごかったかっつうと、読み合ってて殺されるって思うんですよね、マジで。これは NO が言っててまさしくそうやなって思ったけど、もう相手を萎縮させる能力が高すぎて、まともに技振らしてもらえないんですよ、マジで。あんな感覚にしてくるやついない、マジで。まあゲームも違うんで、その一概にまあこうだよっていうのはまあ言えないんですけど、僕は対戦しててゲーム、あの感覚になったのは過去他はないんじゃないかな。でしかも僕それギルティやったんですけど、僕結構強くなって、もうあの投撃の赤切符はもう余裕で取るぐらいの感じになった時に、少年さんと対戦したら、まあ結構俺強なったし、まあ言うて少年さんでもまあぼちぼちは引けるやろと思ったら、俺20連敗ぐらいして、でしかもなんか人生でこんな読み負け方したことないでっていう読み負け方ばっかして、何これってなった、世界広ってなったもん。てか少年さん AC の時強さバグっとって、投撃前夜とか、その時新宿のベガスっていうゲーセンがあったんですね。そこがすげえ流行っててギルティで、投撃前夜関東勢と関西勢そこに集まって、まああのブワーって対戦するんですけど、自然とこっち側関西勢こっち側関東勢って分かれるんですよ、自然とね。もうあれなんですよ、投撃出るようなやつらしかいないんですよ、超レベル高い投撃出るようなやつら同士で、関東勢と、まあ、それ以外、みたいな感じで、反対に分かれて対戦するんですけど、少年さん30連勝してて、投撃出る関東勢相手に30連勝してて、少年さん。え？みたいな。嘘やろって。こいつさんとか、もうこれ少年無理だわって。少年帰らしてとか言ってるんですよ。こいつさん。もうダメだろこれ、みたいな。少年帰らせろ、みたいな。こいつさんが反対側から言ってて。っていうぐらい圧倒的な強さやった。うん。やし、実際対戦しても、いや、マジでやばいな、この人っていう瞬間多かったし、僕の中でやっぱ、すごい、尊敬に値するプレイヤーって、リスペクトあるプレイヤーって言うと、もう少年さんも絶対入る。今はね、多分ゲームやってないと思う。で、その年の投撃優勝は、小川2が庄司。エディ・テッサ・スレイヤーのチームが優勝やったはず、その年は。けど少年さんも2010かな、じゃあ2009かなで投撃優勝しましたからね。少年さんテスタメントです。もうテスタメント、圧倒的全一テスタメント、テスタメントといえば少年って感じ。 AC エディにも安定して勝ててたの。安定してたかっていうと、まあそりゃ負ける時もあったやろうけど、少年さん負けるって聞いたら俺はマジっすかって思うぐらい。まあ俺信者入ってるからね、ちょっと信者入ってっから、少年さんが負けるなんてそんなやつがいるんですかみたいな、そんな、まあそんな感じになっちゃうんですけど、まあそれでもほんまにやっぱぶち抜けて強かった。ドクロさんが AC でした、 AC です、少年さんの影響。いや、僕テスタメント自体はあれなんですよ、青色からずっとサブで使ってたんですよ。スラッシュも使ってたし、昔からサブキャラは結構多くて、ソルもテスタメントも結構昔から使ってたサブキャラなんですよ。あとベノムも。だそこら辺はなんかシリーズ変わってもずっと並行して使ってたから、 AC でもまあ使ってましたよっていうだけ。いやで、少年さんってほんまに顔マジでいかつくて結構ごつい人なんですよ。少年さんって顔の怖さニャンシさんと一緒ぐらい怖いなんですけど、
その人がゲーセンであれなんですよね、少年さんってめちゃくちゃタバコ吸うしめちゃくちゃコーヒー飲むんですよ、ブラックで。筐体にこうやってドカってあぐらかいて、もう灰皿タバコてんこ盛りで、でそれでもう激うまでもうずっと勝つんですよ。だから僕はその少年さん見てかっけーって思って育ったし、アーケードゲーマーってこうよなっていう感じ、マジで。俺はもうマジで少年さんほんまにリスペクト、本当にリスペクト。ジョビンさんには似てるんですか？顔は似てないんじゃないかな、顔はあんまり似てないと思う多分。うん、少年さんマジでかっけーなって本当に未だに思いますね。あの人はすごかったなって、かっこよかったなって思います。あんな鼻のあるプレイヤーもういないんじゃないかな。マジで才能やばいっすよ少年さん。多分ゲームのうまさっていうだけやったらもう随一やと思う。あの人何のゲームやってもうまかったし、あれはゲームうまおっすね、どう考えても。うん、ゲームうまお。いや、もったいないよ。少年さんがいないっていうのはね、本当にもったいない。めちゃくちゃ鼻のあるプレイするし、そうですね、ネモさんも、やっぱ少年はすごかったって、ネモさんも手放しに言うぐらいやから、少年さんを認めてないプレイヤーなんか、多分、ギルティーゼやったらゼロやと思う、ほんまに。そうですね、少年さんはもうずっとルーさんと、あれ組んでて、徳島、もう徳島といえばこの2人っていう感じなんですけど、ルー少年おしげっていうのがもうあの3人セットなんですよ。でそのチーム毎年優勝候補なんですけど、毎年どっかで負けるんですよね。でも昔の超強かったプレイヤーも今見ると B 級妖怪だったりしない。いやー、もうこればっかりは分かんない、こればっかりは分かんない。あのやってもらわないと。それこそだからギルティー強かった、じゃあ僕とか、まあマチャボーとかカズノコとか一応ねスト5、まあ頑張って最前線でやってってやってますけど、それこそだからね、少年さんとか、まあおしげさんとかプレイヤーで現役だったら、あのどのぐらい活躍したんだろうみたいな、どんな感じだったんだろうみたいなっていう妄想はしますよね。あの人たちだったら、まあ、やっぱ最前線でも バリバリやってくれそうだなって思いますけどね。僕がやってるんですから。じゃ最前線をなんかストリートファイターリーグで、まあ、なんか勝ったり負けたりとかって言うんやったら、まあ、僕でできてるんやから、まあ、あの人らやったらできるやろうって僕は思いますけどね。ギルティレジェンドプレイヤー列伝か。やりたさありますね。いや、レジェンドで NO 紹介するときマジ嫌やな。でも NO マジのレジェンドなよな。あいつ、陶磁器2回優勝してますからね。陶磁器2回優勝してるし、関西勢がこんだけギルティ強かったん、絶対 NO のおかげやから、マジで嫌なんよな。今では見る限りもない。